今回このアーツ前橋で、大規模な初めての展覧会を行うにあたり、まあ、考えてたことはまずその開口展的な時間の流れで僕の作品をこう提示していくというよりかはテーマごとというか何かこう物語とかそんな形で見えてきたらいいなという思いがあって、構成自体が、時代年代別にはなってません。これやっぱりこの展覧会を見ていく上で一つ大事なポイントだと思います。ちょうど30歳ぐらいの時ですね、イタリアに移住すること、留学することになりまして、それ以来ずっとイタリアに中心に住んでるんで、まあそこでのねカルチャーやアイデンティティみたいなものが大きな要素になってると思うんですね。でその中で見えてくるものをぜひ提示したい。でそれはやっぱりその異文化間のまあアナロジー、要するに似てるようなところであるとか違いっていうものをこうやっぱり国を越えて生活することで様々感じてきたんですよね。でそういった自分の軌跡をちょっと共有してもらえるような空間を作りたいと思いました。でまあたまたまその僕はやっぱり匂いとか物に触れるとかそういう割とこう感覚的な仕事が多かったんで、今回それはメインにね見せていきたいなっていうのがありまして、それまあこの時期、そういうものが意外とねもう一度垣間見られてることの必要性というのは今感じていると思うんですけども、まあ、最初に僕はそのような感覚的な仕事を作るということも、やっぱり日本を離れたことで出てきた問題なんですね。で実際6ヶ月間っていう時間をかけてイタリアと前橋の間で空の写真を交換するわけですよね。でそれが、まあ、最終的に編集してその空の中に看板の空があるっていう形態なんですよね。で空っていうのは本当に不思議で絶対日々動いてるんで全く違う空があるっていうのがリアルな世界なんですよ。でもなんかふとミラノにいるのにあれこれどっかで見たことある空だなとか、またはね同じ空をなんか一応つながってるわけですよね。でその永遠にこう無限のようにこうつながってる感じとか、でもその見てる空はもう実際は一瞬のね空でしかないみたいな感じなんで、その辺がなんかまた素材としてはね面白かったですよね。なのでまあ子どもたちとこう会話して対話していく中で作品ができていくというプロセス、やっぱそれは非常に僕は僕の他の作品でも大事な形であるのでプロセスで、まあ非常に、いい形でねできたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、本格的にアートの作品というか、まあ自分にとってのこれが体が人に見せられるかなという作品を作り始めたのはイタリアに渡ってからですね。でそれまで当然パインティングとかドローイングとかいろいろやってたんですけども、やっぱりタブラサーラというか一度白紙に戻してイタリアに渡ったんですよね。でスーツケース1個だけ、画材も何も持っていかずにカメラ1台でイタリアに行き、そこからもう一度自分のこれからの先を見つけるっていうことを始めたんですね。でそれはやっぱりどういうことかというと、やっぱりアートの作品っていうのは、まあ、作品そのものだけを見るのも大事なんですが、まあ、そこにある背景、多分生き様が作品になってくると思ってたんですよ。でそこが個性なので、やっぱり自分の生き様が今後どういう形で世間に宣言していくというか、まあね、表明できるのかっていうところだったわけですね。そういった意味でイタリアに行ってからの自分というのは一番やはり誰もこのような生き方をしてない生き方でもあるわけですよね。だから自然にその生活をもう一度見直すことが始まったことから作品のオリジナリティというのは紡いでいけるようになっ
出たんではないかと今となっては思うし、そうしようというふうに思いましたね。ソレント半島というところに行った時に嗅いだレモンの香りがあったんですね。でそれにはもう驚いたわけですね。畑が匂うっていう感覚が全くなくて、匂いっていうものってやっぱ儚かなくて形にならない、残せないわけですね、永遠にね。でもそういうものを誰も当時あまりメインにそれを押し出してるアーティスト誰もいなかったんですよ。だからそういうそのイタリアで出会ったレモンが作品化していったっていうのは、あのそういう経緯があって必然性なんですよね。やっぱり、美術史なんか勉強してると、どうしても視覚優位というか、そういう世界の中で美術史っていうのは成り立ってきて、まあ哲学的にもね、やっぱり感覚、要するに、一番こう不確かなものということで、ヒエラルキーがあってやっぱりすごく低い位置に置かれたんですね。だからこれまでのアートっていうのはやっぱり実体的であり、すごくこうあのものとして存在していくということはすごく大事だったりとか、あとは永遠に残していくという、まあ、西洋が紡いできたギリシャ以来からの考え方が反映されてるわけですよね。まあ、そういった意味ではその僕が求めてきた、そのそういう彼らが求めてヒエラルキーの下にあるものをもう一度拾い上げていこうというものが、この展覧会で一応テーマにはなってます。日々の日常生活ってあまりにも当たり前すぎて、みんな忙しいし、なんか足を止めることは少ないんですよね。だからそこをこうあえてゆっくり足を止めることができるのはアーティストであり、まあ、作品を作ってくれてね、必要な時間だったりはすると思うんですね。なので、まあ、何でもないものの中に実はすごく豊かなものが実ってるんですけど、誰もただ気づかないだけで、それを気づいてあげて、それを形にしてあげるっていうのが、まあ、一つのアートの作り方の作法になってたりしますよね、僕の中でね。レモンを使ったっていうのも、まあ、そのような経緯があって、僕があの時感じた喜びとか驚きを共有できる鑑賞者に、まあ、それがあの今回のメインの作品になってるんですけども、まあ、そんな形でやはりあのイタリアに行ってからの生活が今の作品、自分のカルチャーデイティティをまあ形成できたってことなのかなっていうふうに思います。